で、マジで寝てもうてさ、うん、熱中症になって帰るちゃう。でも寝れるぞ、お前これ。うん、寝れるで。あ、でも、あれか、多分な、今、登ってきてさ、うん、体ま、多少温まってるから寝れるだけで、うんうんうん、これ落ち着いたらめっちゃ寒いか。うん、下から風、うん、結構入ってきてるで。木がさ、うん、開いてるからやろ。そうそうそう。敷き詰めとけよな。マジでやばいな。何が？これでも展望台あったらあったでもうブーブー言うてさ、ほんで寝転んだらさ、敷き詰めとけよ言ってさ、もうやりようないやん、もうそんな。いやまあな。天川村役場の人たちも。うん、もう作ったやつ頭いかれてんぞ、これ。どっちかにしろと。うん。うん、今日焼けるわ、絶対これ。焼ける、めちゃくちゃ焼けんぞ、お前これ。うん、お前、焼き豚なんぞ。最悪、食料にしよう思てんの。いや、思てん、思てん、大丈夫。家畜連れてきた、思てる。そこまでは思てん。これマジで永遠折れな、ここ。永遠に折れる。折れるな。お前、ここの山頂ええやんけ。手のひらどないなってんねん、ほんま。くるくる回ってるやん。見方を変えればっていう話。ああ、そうやね。うん、もう山頂としての、その、俗に言うその山頂感は、クソやけどさ。クソやね、うん。うん。そうやね。まあ、これは、じゃあ、これ、この山頂を楽しめる、そう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 俺らが、一枚上手やったってこと、ね、そう、俺らの幅があるぞっていう。うんうん。眩しいな。8時43分やってどれぐらいおんねんやろね、これ。え、着いたの8時ぐらいじゃん。ぶせやん !40 分おる。え、40分ぐらいおるんちゃう？そんなおらん？だから、40分おったらやばい。じゃあ、8時15分とかって言ってたんじゃん、ここで。あ、言ってたっけ？あ、言ってた、言ってた、言ってた。じゃあ、まあ30分ぐらいや。どうする？帰る？いや、どうしよう。行く？とりあえず、あそこまで、人気まで戻ろう。大日行こうか。あ、そうやね、大日行こう。あかんな、うん、うわ、眩しい。なんやこれ、びっくりするぐらい火上がってる。行こうか、行こうか。こんな山奥にこんなもん来てんだよな。どっちやね。散々恩恵受けてたよ今。景色最高やなこれ、うん。三条ヶ岳は、まあすごいで。すごいっていうかもうめっちゃでかいお寺があるから。雰囲気いいやん。うん。まあ、あの、山の山頂って感じはせえへん。なんかもう、少林寺みたいな。ああ。少林寺ってイメージさ、うん、めっちゃ険しい山登って上にあるやんか。ちょっと高野山チックな。あ、まあまあそう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 。高野山なんて別にそんな山登らんやろ？登らん登らん。だろ？三条ヶ岳はな、下から3時間とか歩いていかないから。よし、行くか。もう一生降りたかったもんな、ここに。うん。展望台につき、この場所での食事はご遠慮ください。あ、飯食ったかんねや。食事は三条通じ付近にてお取りください。うん、なんでやねん。ケチやな。ここで飯食わんかったら、どこで飯食うねん。うん、てか飯食ってくださいっていう場所やんけな。そう、もう飯食ってくださいって、そんなんもうないよ。じゃあここでさ、展望5分してさ、帰らすためだけに何百万かけて作ってんのかこれ。そんなんもう指くわえてね、ものすごい飲んでんね。いやもうさあさ、混むんやったらわかるけど、誰も来おへんっちゅうねん、こんなとこな。ストックないのお前。え、ストックないよ。いらん言ってん。ストックいるかなー言って言ったよな、俺。いらん言ったよ。いらん言うたな、俺。うん、こういう下りのさ、ちょっとバランス悪そうなとこ欲しいやろ、ストック。欲しい欲しい。ストックってほんま楽なるもん、めっちゃ。うん。この何十分かで雪もろなってるかもね。ああ、そうやな。うん。気ぃつけな。ずるっと行くかも。やっぱこれやな。そうやね。うん。ちょっと、うん、遠くから見たらさ、うん、いつもさ、こんなの登れんのかよって思うよな。思う。あ、橋がある。
はしごやな。このはしご怖いで。マジ？ああ、だいぶたわんでた。だってあのここだけやからさ、止まってんの、この番線で止まってるだけやから。でもいいやん、ちょっとアドベンチャー感あって。あー涼しい。あー気持ちいい。あ、また切り取ったね。おう、あ、階段あるの。おう、こんなとこに階段作んねんな。まああそこにね、展望台作るから。でもこれすごいね、ここに階段作るって。ここはもう階段作らんとしゃあないもんな。うん、剣もこんなとこあるね。おう、これお前怖いぞ。これ落ちたら死ぬで。これ大丈夫？耐荷重何キロ？ここ大丈夫？これめっちゃ怖いな。いつ落ちてもおかしいんじゃんこれ。うん。とはいえ。もうこれ階段も腐ってんもん。うん。いや、インディージョーンズみたいやん。うん。稲村ヶ岳行くよりさ、断然こっちの方がおもろいんじゃん。おもろいかもね。おう、総門とかこんな感じ。総門とかこんな感じ。おお、だいぶ時間かかりそうやね、こんな感じやったら。延々これ。へえ。延々あの6時間ぐらい。あ、きつ。もうさ、もう階段ほんまもうええわって思う。開いてくる？もう開いてくる。ここやばいな。これやばいで。これ渡んの怖いわ。どこ踏んでやったね。真ん中のもやばそうやし。雰囲気抜群やな。でもこれさ、シーシー全部、うん、いつ崩れてもさ、おかしないね。おかしないね、これ。うん、ボロボロやもん。ちょっといかんとお前の体重でいってまうでよこれ。うん、来たんちゃう。来たな、山頂。お、見たわ、山頂。ほこらがある。第2点は9時9分。9時9分。うん、こんな感じです、山頂は。もうなんか一気にさ、懸垂で降りたいよな、ここね。わかる。降りたら気持ちいいやろなと思う。気持ちいいというかさ、さ、下り危ないで、まあまあ。ああ、そうやね。スリリングやで、だいぶ。うん。まあ、これ降りたとこで、降りたとこどこやねんって言われたけどね。いやいや、もう全然、バーンって、このまんまやからさ。あ、ほんまや、ね。うん、このまんまやで、ほんまに。うん。全然、くねくねしてないから。懸垂で一気に降りたいわ。下山は危ないよ。ここはショートカットや。こっちから来たやろ、俺ら。そうだね。うん。でも一応こうロープあるからさ。うん、全然行けんことはない。はあ、めっちゃショートカットや、これで。左？あ？うん、おずーっとそっちから来た。まあそんなめちゃくちゃでもないけど。そっち？こっちやで。だいぶ崩壊したよ、なんか階段。いや、もともとやってん。あ、そうやったか。もともとやって。おう、お前身軽か、お前。割と身軽なんよ、ほんまに。身軽デブやな、お前。動けるデブやな。動けるデブやな、ほんまに。
だいぶ崩壊してるやんって、お前これ登ってきたっちゅうの。登ってきたっけこれ。ちょっと覚えてない。登ってきたよ。こう来てこう行ったんか。そうやで。あ、そうかそうかそうか。そう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 。あ、そうやね、これやね、これやね。うん、やっぱ下山の方がなんかだいぶ崩壊してる感じるわ。おう、めっちゃ怖いでこれ。今どこが潰れてもおかしないよな。おかしい。ちょっと開けてんのお前、うん、だって俺が落ちてきたらもう終わりやん。そうやな。おお、怖い怖い、そこ怖い。まあまあこれ確信ちゃうか。このはしごも多分もうすぐあかんな。落ち込むんだしようで。うん。シーシー、これ一人ずつ行こう。うん。オッケー。でもここだけでも来たかいあったね、なんか。こっちの方がだいぶおもろい。うん。たらもうバーンで、まあ、死にはせんな。まあそうやね、その辺止まるんちゃう、ギーって、うん、止まるな。9時38分三条辻、三条辻やった、何やった。うん、三条辻、うん、作戦会議や、うん、どうするか。まだがっつり濡れとるわ。まだ9時半やったらちょっと下山はもったいないな。もったいない、うん、やっぱ、まあ、いけるもんな。まだ俺いける。行くか。うん、往復2時間、片道1時間やろ三条ヶ岳まで、うんうん、知らん。55分って書いてた。どこ女人結界、このここじゃん。ここもあるし、ここもある。あー、ほんまや。だからマジで入られへんようになってんや。入られへんっていうか、まあそのビビビリビリビリってくる結界があるから、うんうん、やめられへん、それやっていこうと思って。いや、だってもう結界って書いてるからな。書いてるな。結界って知ってるやろ、お前。知ってる、知ってる。漫画とか出てくるやん。締め縄みたいなとかなんかあるイメージ。そのいや、違う違う違う。お札とか。そうそう、お札とか石とかが。うんうんうん、だから石と石の間に、言うたらもう、電気が走ってるから。女だけ痺れんねん、ビリビリって。飛び子ちゃうで。うん。飛び子ちゃうんか。飛び子だよね。飛び子か、また。なんか食べる？なんか食おうか。ほんならもうスープ飲もうかな。飲む？なあ、あんの水いっぱいあんの。あるんちゃう。もう俺も補給できるやろ。あ、そうか。どっかで、うん、どっかで補給。ここ水ないの？あ、分からん。飲むな、これ今日は暑いから。暑いからね、うん、そこで補給しとこう、うん、うん、まめっちゃうまいやろこれ。うんま、これやば。これさ、インスタレトルトっていうかインスタントとは思われへんやろ。うまい、最高。これこれってやったらアルファ米食えるかもしれん。うん、もうアルファ米をさ、向こうなんかバーン入れてさ、うんうん、うん、めっちゃうまいな。うん、入れて食うわ。うん、たらこやん。お、これはいけるぞ。マジいける。そ、もうレギンスみたいになってんのお前がもうムチムチやから。うん、そう、もうレギンスやん、それ。女が吐く。早く沢行きたいわ。行きたいな、うん、めちゃくちゃ寒いだよな今。絶対寒いやろね。震えるで。お前は寒ないやろうけどさ。またそれか。デブとかっちゃんには人権ないんかな。まあでも俺割と人権ある方。どういうこと、ある方やったら。かっちゃんに比べたら。かっちゃんに比べたらな、かっちゃん人権なさすぎるわ、さすがに。
そう。でそう落ちゃった。そう映る。そう映ってるってこと。うん。そう映ってしまってるなんか知らんけど。うん。俺はそう思ってないね。うん。俺はそう。いやでもそう思ってるから言ってんやろ。でも多分。じゃあそう感じてるだけで、おうおうその人権はかっちゃんにももちろんあると思うけど。ああ、そうそう。俺の扱いがってことやろ。そう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 。まあそれ人によって態度は変わるからな。まあ自分で人間じゃないって言ってるからかっちゃん。まあ、それでいいんかなみたいな。うんうん、でもさ、こんだけさ、やっぱ話題に上がるやんか。お幸せやっぱ。やっぱすごい、やっぱり、かけがえのない人やなと思う。なんか持ってんねん、あいつは。うん。ほんまそう思う。俺好きやもんだって。うん。付き合ってから言え、それは。画面越しで好きは誰でも言える。そうやろ？うん、そう、上澄みの美味しいとこしかまだ見てないから、食べてない。そうそう、そりゃそうやん。アク出てる結構。え、アクが。いや、それはまあどう感じるか人によってちゃうから。あ、そうやね、うん、あ、そんなデブで山登れんのって言われるかもしれんで。いいよ別に、そんなしゃあないそれ。かっちゃんそう思うやったら、うん、かっちゃんだけじゃないと思うけどな、うん、そう思うやつは、うん、デブイコール山登られへんって誰しもがやっぱ思ってんもんね。思って、そのやっぱり一番俺が思ってるからさ。率先して、うん、やっぱり動けるデブっていうところを。せやな、全然何の問題もないもんな今のところね。うん、あの大日さんのあのルートが一生続けばいいのにと思ったもん。楽しいから。あ、そう、うん、まあ、ほんならやっぱそう思うやな。そう思いきたい。よし、行くか。行きましょうか。10時8分出発。蓮月寺のとこまで行って、そのちゃうぞ、なんか、あ、今30分か、蓮月寺が40分やろ、で30分か。水ないっていうこの地獄やろ、水ないの。まだメンタルも削られるやん。もう遠慮して飲まなあかんからさ。さあ、これ流れてるやんか、これのこと水場って言ってんのかな。え、湧いてる系じゃないの。いや、これ多分湧いてる、もう一番上やねん、これが。あの、俺らさ、うん、沢登ってきたらここに来んねん。あの、あ、そうなんや。さっきと来たやんか。え、ここに来んの。ここに来て、こっからそっと。マジで。うん、これがだから終わりやねん。あ、そう、こんなとこまで来んねや。うん、でもね、水場、でももうちょい先ちゃう、工程的に、うん、うん、多分あんな水とか絶対飲めると思うけどな。あ、まあでも水源地に月って書いてるから多分飲める水やと思うねんけどな。水場臭くない、なんか。水場、まだもうちょい先っぽいねんけど。ああ、もうちょい先ちゃう、だってもうちょっとちゃんとしてるやろ、さすがに。思うねんけどな。うん、上の方にもなさそうやし、悩ましいとこやね。あと3時間ぐらいある、多分全工程合わせて。うんうんうん。3時間ってこれもうちょいあるか。下りで3時間ぐらいか。うん。じゃああと4時間や。うん。4時間ぐらい水なくてもなんとかなるよ。うん。これちゃうよな。バリポタポタ。でもさ、こういう箇所が結構あるってことは、なんかありそうやんね、まだ先にもね。もう過ぎてんな、過ぎてる、完全に。いや、過ぎてるというか、もう過ぎてんな。へぇ、わからんね、水場って。うん、その時のさ、まあ水量にもよるしね。枯れてて出てない時もあるし。うん、まあ行こっか。うん、しゃあない。うん、あったらあったでラッキーぐらいの感じで。もう極限だったらこれ飲んだよ。そうやね。あ、でも火隠れたしさ。うんうん、そうそうそう、俺も思った。普段ないから、うん、汗もそんなまだかいてないし、うん、いい道に出たね。もう余裕やで。うん、待っとったるわ、飲めや。待っとったるわ。いや、いらんわ、飲んだらええんけ。乾いてない、喉乾いてないね。もうないねやろ、水。全然いける、いける、待っとったんぞ。大丈夫大丈夫。シャンスしたろか。大丈夫大丈夫大丈夫。ええ道やんけこれ。
これも取れんことはないけど、うん、でもなんか嫌やな、うん、あでもあの辺は全然取れるけどな、いい取らんでいいか、うん、三条ヶ岳さ、うん、こっちからの道の方が断然おもろいわ。ほんま、向こうから行くのは、うん、なんかあの下から女人結界門があって、うんうん、あの結構もう普通の道というかさ、うんうん、階段とか、うん、あんねんけどここだいぶワイルドやんか、うんうん、雰囲気がね、こっちの方が断然おもろい。向こうはもうようお参りってみんな言うてるから人が多いねん。ああ、だから人気の山って感じ。まあ向こうからの方がすんなり行けるからな、時間も。ようお参りって言われてもさ、こっち言い慣れてないから恥ずかしいねん。なんて言う、いや、ようお参りって返すねんけど、うんうん、言い慣れてないからちょっと照れくさいやん、うんうん、絶対言ってる側も言い慣れてない人おるやろね。おい、水取れんぞ。お、ほんまやな。これは取れんぞ。取っとこうか。取っとこう。うん、取ろう。どうしようかな、あれ。え？こういうの別に抵抗ないの、飲むのは。出てない。うん。ああ、冷たい。500あったらいけるよね。いけるいける。いやマジ最高やで、これ。うわー、絶景や。すげえいいわ、あれ、見える。うわー、いいね。すげえな。いいね、絶景やね。あれ、赤いの何やろな。真ん中にポツンって。ほんまやね。人工的な、ほんまピンクテープの。なんかあの、なんか待ってあるとか、なんかそんな感じ。あー、かもね、うん。でもあんなとこ、どうやって降りんの？それ上から懸垂でやんけ。で、また登るん？ロープ垂らしたらアッセンダーでも何でも登る。ああ、そっかそっか。いや、まあその昔の人がやったんやったら分からんけどな。どうやってやってるかは。今やれって言われたらこうやって言ってる。なんかお地蔵さんの前掛けみたいな感じの雰囲気あるね。この道はちょっとみんなに勧めたいな。うん。三条ヶ岳行くのと絶対こっちからやで言うて。稲村ヶ岳の展望台はどう？まあ、稲村ヶ岳はいたんじ。第一山ちょっとアトラクションは、うん、あ、もうすぐで連月寺や、分岐出るわ、うん、ビリビリやぞあれ。大丈夫かお前。お前よ、いたもん、いたもんね。そうやな、大丈夫かあれ、お前結界やぞお前。結界って初めて見たやろお前。初めて見た、初めて見たやろ結界お前。初めてやろ結界。なかったって。確かに36年生きてきて初めて見るわ結界は。そやろお前、30年間で初めてのものってお前なかなかないぞ。なかないね。おう、これだって女通られへんやろ。女通られへん、だからここまでは来れるわけ。だから女は引き返さなあかんね。そうやな、おう、うん、まあ多分ここまで来てたら引き返さんと思うけどな、しんどいから。う、ね、うん、引き返したら大変よ。おう、あ、ほんまや、だからケイちゃん連れてこられへんわこのルートはね。このルートでもこのルートがええわけやん。このルート一番いい。向こうからもこっちまで来られへんねん。だって中はもう結界張られてるから。だから中に入る道は全部結界があるね、うん、結界があるから、うんうん、どのルートもこれがあるってことやろ結局は。ケイちゃんと来る場合は、うん、こっから大峰だいぶそうやね、あ、うん、そういうことやね。これがだから蓮月寺ってことやろ。ケイちゃんを、うん、男の格好させて、あ、騙しにで行くかやな、うん、ここ通ったら、うん、もうバシバシってなるから、ケイちゃんはだから横通ったよね、こうやって。そうやな、それで大丈夫だよ。いけるいけるいける、うん、いける。おい、通んのかお前、通んのか、大丈夫か、大丈夫か。あら、辛いわ。辛い、俺こんなんちゃうもん俺。クソデブが、ほんま。お、何やねん、詐欺精神の塊やったやろ。これ合ってんのかこっちで。合ってんじゃん。合ってるよな。そうん、あんだけさ、デカデカとさ、うん、門があってさ、うん、いきなりこう横にそれる？そっち側に道ない？そう思ってまえへん？わかるわかる。ないない。ない？ない。ほんならさ、門の向きこう変えろよな。そうやな。あ、向こうから、向こうに対して結界やからか。
向こうに対してバンと入るようにじゃん。そうやな、うん、え、蓮月寺ってまだ過ぎたよ。あ、今のが、あの大峰橋の方に下るやつが蓮月寺の、うん、あそこが蓮月寺、うんうん、あれがだから女人結界も渡る前に下れよって話やる。ああ、そう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 か、そうか、めちゃ良かったよ今の道。めっちゃ良かった。いやら険しくなってきました。まあ、まだ大丈夫そうやけど、これ次の落石でこの辺は潰れんな。大丈夫かこれ。うん、だいぶやばいね。やっぱこのルートもあんま通る人おらんじゃん。おるんかな。おらんおらん、向こう側からメジャーやからさ。うんうんうん。逆に言ったらさ、はい、ここはあの最強山屋の池田さんでも来られへんってことやもんね。そう、池田さんも来られへん。階段なかったらこれ登られへんで。そうやね。クライミング、クライミングやなこれ。そうやね。女子供を守るための結界でもあるの。ああ、そういうことか。ちゃうやろ、でも昔の人のそのこれは神聖な場所やから女入るなみたいな、そういうノリやろ。そうだね。もう女性差別も甚だしいわ。甚だしい。いや、そのもうほんまアホらしいと思うもんな。逆にさ、考え方変えてさ、うん、子供産んでくれんねやからさ、うん、女性の方がさ、なんかその神秘というかさ、うんうんうん、優劣つけるならやで。そうだね。まあもちろん女一人で産めるわけではないけどさ、うん、男なんかマジでいつの時代もアホやから。そうやろ、うん、そうやな、いつの時代も男はもうカスやもんな。男はほんまにアホ。逆もあんのかな、その男子禁制みたいなさ。いや、ないんちゃう。だってさ、うん、山の神様ってさ、うん、女っていうのか。あ、そうなん。そうで、山の神様は、うん、女やから、うん、女が嫌いやねん。ブスの女らしいで、山の神様。あ、そうなん、うん。じゃあ、あのさ、だからそういう意味じゃなくて、うんうん、山とかそういう以外で、まあ、逆パターンって、そう、文化的にさ、男は入られへんねみたいな。そうそう、男は入られへんというか、いや、女しか許されへん、何かが、うん、パプアニューギニアの部族ではこういうとかさ、あ、この島への立ち入りは女性しかない。そうそう、でもなんかあんな部族こそさ、もっとその男社会のような。そうだね。うん、そんなんがあんねやったらまだなんかわかんねんけどさ、うん、マウント取りたいだけちゃうの。いや、まあ、いやいや、そうやろ。お前、大峰千何だよな、千日開放業やったっけ。ああああ、知ってる知ってる知ってる。えげつないやん、あれ。なんかなんか今まででそれをやり遂げた人って2人やったっけ、確か。それってなんか大アジャリみたいな。あ、そう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 。ええやんけ、こんな。あー、涼しい。最高やね、マジで。お、最高や。このルートめちゃええ。向こうからのルートおもんないで。あ、あれ第二次山やな。あ、ほんまやね。おう、そうやそうや、あそこにあるんやわ、稲村がたけど、その隣に。おうおう、あの設計の上やろ多分。展望があるわ、見えへんよう。あんな遠いとこから歩いてきてるよな。来た来た、いつも思うわ、振り返って。わかる。でもこのルート結構楽やった。このそやな、もう全然しんどいとこはないもんな、あんまり。割と平坦というか、ね、トラバースしてアップダウン少なかったから。いや、このルートめちゃくちゃええわ。うん、なんか練習にマジで良かったことね。ちょうどええんちゃう。うん、まあ、初めてさ来るやつはもう相当きついやろうけど。そうやろね、初見ってここ来たら多分泣くと思う。そやな、うん、でもまあちょっと慣れてきたやつやったらめっちゃ楽しいやろな、このルート、うん、景色ええし道ええし。
こんなとこに寺立ってんの。寺立ってんねん。これおもろいね。やろう。うん。ほら、出てきたわ。おー、ほんまや。うわ、ここええね、めっちゃ。雰囲気バリーやん。着きました。いいっすね。頂上、お花畑。とりあえず、三条ヶ岳、着きました。はい、いい。まあ、ここが一番ピークやんな、多分な。うん。雰囲気バリーやん。立派なお寺やろ。やばいな。おう、なんか俺らが来た時は、うん、開いててここ。マジで。お、中見えた。でなんかお坊さんがおったわ。少林寺はしてないけど。はい。見られてるみんな。あれね。ピッキングピッキング技術だろお前。ないよ。もう平日やから空いてないんかな。ねえ、見たかったな。下山もざっと見たらとりあえず下まで行くのには2時間ちょい行けそう。あ、ほんま。そっからちょっと横に駐車場の方に歩いていくって感じ。そこがまあ長いかもしれない。まあ1時間はあるかのじゃん。スティーブめっちゃ挨拶悪かったな。スティーブにまあ俺挨拶してんけど、ね、俺もしてんやん、うんうん、でもスティーブから挨拶してくるべきやな、ね、うん、まあ外人が陽気っていうのも俺らが勝手に決めつけてるだけやから。外国人差別やったから、ね、スティーブは全然陽気じゃなかったからさ、うんうん、スティーブかどうか知らんけどな。いやでもどう見てもお前スティーブやんけ、あの顔はお前。スティーブが絶対おる。いや違う、マイケルでもよかったんけど、今はここでマイケルはって言ったら、あのマイケルって思うやんか、お前。やるから、ね、だからマイケルから俺スティーブに変えてん、うん、これさ日曜日とかやったら起き上がってくるのかな。起き上がってくるこの看板、うん、今寝かしてるだけかな。あ、今寝かしてる。空室だと上がるんちゃう。そこやったかな。じゃあこっちやこっち。あ、なに、なに、やばい、ふざけたのか。お前そっち危ないぞ。やめとけやめとけお前。モノレール乗せろよな。こんなとこに誰とつなげんねえやんけな。もうどうしても夜中エロサイトに。お盆のしかないやんけ。で、見た目が神様みたいな。体型については褒めてないけど、それは。で、デブってもう見にくいもんね。そう。あの、目の前にしていいね。まあ、周りにこんなデブおらんからさ。一回デブなんか変換し連呼してるから。お前の夢豚親かな。見にくいみたいなのが入ってくるのが俺ちょっと納得いってないなんか。納得いってないかもしれんけど、もう思ったことそのまま言ってるだけやからな。まあ俺にもほら妻がいるわけやんか。でもその妻が豚をって言ってた。北斗の拳のゲイだって知ってる。もうええわ、もうゲイラの話は。だからでも膣とゲイラどっちがいい。ゲイラ。ゲイラの方がええやろ。膣嫌やろ。膣絶対嫌。マイケルはもう膣やからね。膣は嫌やろ。うん、女はお前幸せやんけ。そうやな。